実は映画のオーディションでも強烈な思い出が。ねえ、千秋はどうするの？よし、完璧。次、中リーサさんお願いします。はい。ねえ、千尋はどうするの？はあ 完全に終わった。落ちちゃった。どうしよう。絶対落ちてるじゃん。さっき練習したのに。はぁ最高です。その間違えたところがまことです。え監督のお眼鏡にかない、見事に主役の座をゲット。 映画の大ヒットにより、仲里依紗も一躍スターダムに。